で、あの、スイスの最低時給が、じゃあ、スイスの最低時給いくらでしょうで、まあ、一応僕、その、スイスの中ヒっていう場所にいるんですけど、で、あの、ツイッターにも、あの、ちょろっとあげたんですけど、えっ、ー、と、その、昨日食べたバーガーキングのハンバーガーが、なんか、1個、2000円ぐらいとかしてて、で、そのかまあ,あ、2人分で、スイスセレクションっていうののハンバーガー2つと、 あとあのなんかキングチリフライっていうあのなんかハラペーニョとチーズが入ってるポテトフライみたいなのを頼んででまあ5000円超えたよねみたいなであのスイス物価高いよねみたいなことあったんですけどであのスイスの最低時給がじゃあスイスの最低時給いくらでしょう日本が確かまあ地域によるけど沖縄とかがちょうど600円とかで東京が800円とかだっけ修理費なんですけど ね、最低需給、今のところ、あの、超えてないんですよね。皆さん書いてるのが。あの、日本円にすると、最低需給2700円だそうです。はい。<laughs> なので、あの、ど、どんなアホでも、1時間働くと、2700円もらえるんですよ。<laughs> っていうのが、あの、中力品なんで、あの、スーパーとか行くと、物価は多分1.5倍ぐらいかな。 なので、あの、外食さえしなければ、結構給料、あの、それなりに高い状態で、スーパーで安く買い物して暮らせるみたいな感じじゃないかなと思うんですけど。で、まあ、あの、野菜が割と美味しいのと、あの、スイス乳製品で有名なので、なので、なんか、 働いてスーパーでその料理して暮らす分にはなんか問題ない国なんじゃないかなと思いますけど税金もそんな高くなかったみたいですね。なんか消費税、あの、ヨーロッパだとなんか20%とかあったりしますけど。ただアルコールがちょっと高めだったかな。黄色いパーカー忘れたんですかえっと、あの、配信する気がなかったので、あの、特にその黄色いパーカー持ってきなかったんですけど、はい。ただ、あの、なんかちょっと早めに寝なきゃいけないっていうのと、ビール買っちゃったから飲まなきゃっていう、そんな感じです。はい。